でもこちらが新居の庭になるんですが、北条の子に今来てるんですが、北条の内部はですね、文化財保護法によって、内部撮影は禁止されてます。わびびの庭の説明があるんですが、わびの庭じゃない。C の庭ですね。ごめんなさい。C の庭です。C の庭というのは、説明書きは あまりないんですが、北条東側の左右の築山に、16羅漢石、16羅漢石というのは多分こういっぱいこう石が点在している、このことだと思うんですけども、こちらの中央の礎石を座禅石に見立てて、さながら戦況に遊ぶがごとき趣があると、座禅石というのは多分あちらの一番大きな石のことだと思うんですけども、路地のこの飛び石を、16羅漢石と、いうふうにこう見立てていらっしゃるわけですね。はい。それと先ほどの門が見えてますね。ちょっとこの C の庭と侘びの庭を隔てている門で、門ですね。はい。なかなか趣があって、しかもすごくこう高低差があるという、非常にこう面白い趣のある庭になってます。それともう何よりも苔が素晴らしいですね。苔の色がもう非常にこうついつい見入ってしまうような、そういう苔 の色になってます。こちらがですね、書院なんですが、C の庭、先ほどのこの C の16羅漢の C の庭というのは、こちらの書院の東側になるわけですね。